どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日ですが、また新作のスニーカーを購入しておりますので、そちらをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで早速開封していきたいと思います。で今回は OG 仕様の一作となっていまして、この後通常版とどこが違うのかということも比較をしていますので、そちらも見ていただけると、 OG 仕様のまあ主に見た目の部分になるんですが、特徴も知っていただけるかなと思います。ということで今回ですが、まずはこちらのボックスになります。もうこちらおなじみになりますが、ジョーダン1のボックスになります。ただ今回は動画だと分かりづらいんですが、スニーカーのサイズと明らかに合ってないぐらいかなりボックスが大きいです。まあ、なんで大きいのかっていうのは謎なんですが、どうやらこのモデル全般でボックスが大きいようです。ということで今回ご紹介するモデルですが、先月末に発売されました OG 仕様のジョーダン1になります。それでは早速中身を見てみたいと思います。今回ご紹介するモデルがこちら、ナイキエアジョーダン1ロー OG UNC でございます。スニーカーシーンの頂点に君臨し続けるエアジョーダン1、往年の OG シルエットはもちろん、近年はローやミッドもファッションの定番モデルとして年代を超えてファンを魅了しています。今回はオリジナルのシルエットを再現した OG 仕様のローカットから、爽やかなダークパウダーブルーを採用した新作が登場となっています。ということでこちら、まずは詳しくスニーカーを見ていきましょう。では全体像からディテール見ていきましょう。まず左足をサイドから見た姿がこちら。全体はレザーで構築されていまして、ホワイト、ブラックに加えてヒール部分のダークパウダーブルーが目を引く構成となっています。オーバーのブラック部分のレザーはツヤのある仕上がり、ホワイトのアンダーはややシワ感のあるレザー、スーシュはマットなブラックでレザーの仕様が異なっていまして、ミッドソールは全体がホワイトが採用されています。インサイドはこんな感じ。特にインとアウトで何かしらか大きく違うということはありません。こちらは右足、特に左右での違いもありませんでした。続いて正面側から見た姿がこちら。全体はホワイトとブラックが大きな要素を占めている印象となっていまして、ツヤ感のあるトーガードのブラックが上品さを演出しています。終端はナイロンのブラックで構築されている中に、ダークパウダーブルーのナイキロゴとなっています。ライナーとインナーはこのような感じになっていまして、インソールは着脱可能な仕様となっています。シューレースはブラックが元からついていまして、水色の貝紐が付属をしています。こちらは黒タグ、シューキーパーは通常通り紙製のものが入っています。アウトソールはパウダーブルーで構築、アッパーと同様にアクセント演出カラーとなっています。最後にヒールから見た姿がこちら。こちらも鮮やかなパウダーブルーがベースとなっていまして、ブラックのウィンクロゴがプリントされており、爽やかな後ろ姿が演出されています。ということでまず見てみましたが、いかがでしょうか。ではちょっと近くで見ていただきつつ、まず購入の経緯なんですが、こちらはスニーカーズの抽選で購入した一足となっています。先日のスニーカーズリザーブではなくて、リリースの当日に購入したというような一足になっています。で違ってたら申し訳ないんですが、確かアトモスの並びとかもドレコがなしとかだったんじゃないかなと思うので、そこまですごく人気だったというような感じでもないのかなと思います。何はともあれ無事に買えてよかったかなというようなところです。では改めて実物の感想ですが、これはまず間違いなくシンプルにかっこいい一足というような感じです。スニーカーをあんまり持ってないよという方はかなりヘビロテで使えると思いますし、ある程度持ってるという方は風合いとかも楽しめたりするので、本当にいろいろな方におすすめできるような一足ではないかなと思っております。あと個人的には比較的コスパ重視のタイプだと思ってるんですが、これお値段以上に満足もできる一足なんじゃないかなとも思っています。価格的に言うとプラス2000円ぐらいの、少し上に AJ1 のハイの OG がいて、で逆に1万3000円とか5000円ぐらいまでに通常版の AJ1 ローがあるので、ちょうどその中間の価格帯ということもあって、人によってはちょっと手を出しづらいかなというところもあるかと思います。なんですが本当にこのモデル、いい意味でいいとこ取りっていうような感じがしています。動画だと少し伝わりづらいかもしれないんですが、実際に手に取った時の風合いっていうのはやっぱりこう通常のローと比べてもすごくいいなと思いますし、逆にハイカットがちょっと苦手だなという方も手を出しやすいということもあって、本当にすごくいいポジションの一足なんじゃないかなと思いました。というところもあって、このカラーに限らずなんですが、本当に気に入ったカラーがあれば手を出していただいても損はしない一足なんじゃないかなと思います。少し余談になるんですが、これ本当に少し手を加えるだけでさらにかっこよくなりそうというような期待もしております。
ネットでいろいろ着画とかを見た感じ、今回はセール系のカラーのシューレースがかなりいい感じだったので、まあ個人的にはあんまりシューレースを付属以外のものに変えたりはしないタイプなんですが、今回は買い替えてみようかなと思っております。ということで、ここからは通常の AJ1 ローと簡単に比較をしていきたいと思います。はい、ということで比較的新しめなブレッド等を出してみました。で、一応なんですが AJ1 ローもいろいろなタイプがあるので、全てにおいて今回の比較が成立するわけではないということと、まあ、あとブレッド等の方が今回ハーフサイズ大きいということもありまして、そこで比較をしているということをご承知おきください。ではざっと違うところなんですが、横からの比較だとこんな感じになっておりまして、フォルムの違いなどあるんですが、上から見ると分かりやすくて、このボリューム感の違いなど非常に分かりやすいかなと思います。で、後ろから見るとこんな感じになっていまして、ウィングロゴの違いも分かりやすいですが、やっぱり高さが全然違うというのも大きいところかなと思います。で、続いて終端周りなんですが、やっぱりジャンプマンとナイキエアの違いもですが、あと終端の長さっていうのも全然違いますね。そして細かいところになるんですが、エッジ周りの加工っていうのも違ってまして、 OG は切りっぱなしになっている一方で、通常のローはこう加工されているということが多いです。で、このあたりはレザーと合皮によってだったりもするので一概には言えないんですが、まあ多くのローではこの加工になっているので、まあ、シルエットに関してもやや丸みを帯びたような印象になるかなと思います。あとはライニングの厚さも違いますし、インナーに関してもジャンプマンとナイキエアのプリントが違っています。で、通常の方はインソールの着脱ができない仕様となっています。ということで、まあざっとになりますが比較をしてみました。まあどちらがいい悪いというよりは好みに合わせて選んでもらうのがいいのかなと思います。はい、ということで OG と通常版で簡単に比較をしてみました。ではでは続いてこちら、実際に履いて履き心地やサイズ感見ていきましょう。ではまず履き心地ですが、 AJ1 におよそ共通して言えることですが、エア搭載とはいえ、もともとコートモデルなのですごくクッション性が高いモデルではありません。なので、ふわふわしたような感覚のクッションはないと思っていただいた方がいいです。続いてアッパの感触なんですが、通常の AJ1 ローと比べるとレザーの質感が違うということもあって、柔らかさは感じられるかなと思います。足当たりについては AJ1 ハイの OG に近い感覚のアッパになっているかなと思います。まあ総じて通常の AJ1 と同じようにハイテク系のモデルと比べてすごく歩きやすいという部類のスニーカーではないかなと思います。続いてパンツコーデですが、まずパンツの色について、今回はスニーカーが白黒ベースに水色系の差し色ということで、やっぱり水色系との相性を中心に考えるのが良さそうです。黒やネイビー、グレー、ホワイト系などスニーカーに使われている色と、まあ、系統を近くするとうまく収まるんじゃないかなと思います。意外とダークパウダーブルーが強めの差し色になると思うので、あんまり派手な柄系とか違う系統の色を足しすぎるとちょっと難しくなるかなというような印象です。あとはスニーカーが比較的ボリューム感もなくて、カラー的にも子供っぽさっていうのが比較的出にくいかなと思うので、今の時期だとショーツで合わせたりするのもすごくいいかなと思います。続いてパンツの太さについては、細めのパンツでもワイド系のパンツでもハマると思うので、好みの太さのパンツで大丈夫かなと思います。最後に丈感についても、クッションを作ってもジャストレングスでも対応できると思うので、やはり水色とのバランスっていうのを重視してパンツを選んでいただくといいかなと思います。最後にサイズ感ですが、まず AJ1 をミッド、ロー、ハイと同じサイズで買われている方、普段と同じサイズで購入していただいて大丈夫です。それぞれでサイズを変えたりしている方はハイのサイズ感で買っていただくのがいいかなと思います。続いて AJ1 を履いたことがない方、こちらはやや細めの作りとなっています。ただレザーも比較的柔らかくて足なじみも早いと思うので、まあ、基本的にはマイサイズ、ゆとりを持って履きたい方はハーフアップっていうのを目安にしていただくのがいいかと思います。具体的に言うと、エアフォースワンが 26.5 であれば 26.5 を基本に、余裕を持ちたい方は27というような感じです。ちなみに私は今回 26.5cm を購入して、少しタイトめなぴったりというような印象です。ハイは 26.5、 インラインのミッドとローは27なのですが、ハイに合わせたサイズ選びにしました。まあハーフアップでも良かったかなと思うんですが、レザーの足なじみが早そうというところで、マイサイズでも苦しくはないかなというような感じです。その他普段の私のサイズこちらに載せておきますので、よろしければ参考にしてください。また個別にご質問などありましたら、遠慮なくコメントの方にくださいませ。はい、ということで履いてみました。実際履くとはやっぱりかなりシャープな印象で、履き込んでいくといい感じに育っていきそうな雰囲気もあるので、長く履きたいという方にもすごくいいモデルなんじゃないかなと思います。
あと白黒系のシンプルなファッションに落とし込むだけでも様になりやすい一足だとも思うので、さっと履いていくというのにも向いていそうです。で、今はプレネもおそらくそんなついてないと思うので、手を出してもらっても後悔はすることないんじゃないかなと思います。という感じで、この他にもご質問やリクエストなどありましたら、ぜひぜひお気軽にコメントをくださいませ。はい、ということで本日はナイキエアジョーダン1ロー OG UNC をご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。